僕には命を懸けて守らなければならないものがある。何？公安警察所属、確か安室とかいう、トリプルフェイスを持つ謎の男。東京サミットを狙った大規模爆破事件、その裏では一人の男が動き始めていた。お父さん！何もやっちゃいねえ！証拠はあるんですか？助けて、お父さんが逮捕されちゃう。毛利小五郎のことになると君は一生懸命だね。それとも蘭姉ちゃんのためかな。なんでこんなことを。善も悪も何が最もこの国を守ることになるかを考えるのが僕たち公安だ。そんな正義は認めない。あったわよ、脱出するものが。総理、破壊措置命令を。まずい。了解。魂がぶつかり合う。抜かるなよ。シークレットミッションミステリー。アムロという男は人殺しだ。俺のそばを離れるな。どんなに憎まれようとも最後まで。